幸福寺は、中華人民共和国紀州省を起用し、雲岩区県霊座にある仏教寺院。1672年、赤松和尚により創建された。赤松和尚が遠びした後、彼の弟子である敵脈は、法上の地位を引き継いだ。1739年、清政府は寺院に大増強を与えた。1929年、火曜奉仕はここで、 奇襲物学院を創立しました。中華人民共和国成立後、懐一法師は法上を担当した。1966年、毛沢東が文化大革命を発動し、幸福寺の宗教活動は中止に追い込まれた。幸福寺のすべての文化財が消えた。1983年、中華人民共和国国務院は幸福寺を 漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。同時に、昭級重点文物保護対象に表彰されました。1987年7月28日に、管理権を仏教会に返還し、紀州省仏教協会会長、めぐみ解剖師が、幸福寺の法事を取り仕切ることになっています。幸福寺の建築は、三重と分けられ、太友法殿、観音度の、 弥勒殿からなる、増強牢等が配置される。銅の鐘は、重さ千五百キロで、千四百六十九年に、鋳造され、もともとは、企業城内太閤寺にあったが、千九百八十年に、ここに移った。秋尾の地理学者の女霞客が千六百三十八年四月十一日、幸福寺を訪ね、究極計折、北に、麒麟堂がある。ありがとうございます。